大阪芸術大学テレビチャンネルをご覧の皆様、小山拓也です。大阪芸術大学映像学科出身で、寿司くんという名前で映像作家をやったり、小山拓也という名前でヤバい T シャツ屋さんというバンドのギターボーカルをやったりしています。大阪芸大時代の思い出なんですけれども、大阪芸大にはですね、いろんな施設や機材が、たくさん揃ってますので、それを利用してですね、いろいろ作品を作ったり、いろんなね、学科があるんで、いろんな学科の人に協力してもらって、作品に出てもらったりして、充実した4年間を過ごしておりました。バンドもですね、大学で組んだので、大学内でライブをしたりとかもしてたので、すごい楽しかったです。皆様へのメッセージということなんですけれども、本当にやる気さえあれば何でもできる大学やと思うので、皆さん、いろいろ作って楽しんでください。ラジオ大阪で毎週月曜日20時30分から放送中の大阪芸大スカイキャンパス、ぜひお聞きください。こんばんは、大阪芸術大学の塚本です。こんばんは、田中光俊です。小山さん、今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。先週は小山さんが、まあ、大阪芸大での思い出をいろいろお聞きしたんですけども、はい、うんうん、まあ、本当に卒業するまでもずっと映像作家になろうと。そうですね。で、卒業制作で作った映像も賞、優秀なんですよ、映像作家としてね、文化庁の賞を取ったり なのにミュージシャンなんですよ今もその技術はあるわけですからね。そうです。もったいないですけども。いや、もうだけど両方才能があるんですね。そういうことですね。で、今もうあのご自身がとご自身が歌われているものを撮ったものを編集したりとか、映像作品は作られてるということで、はい、でもその映像作家としては寿司くんというんですね。寿司くんっていう名前で映像作家として活動するときはやってますね、うん、はい、もうややこしいだけなんで、もうやめようかなって思ってるんですけどいや、で、ややこしくないですけどね本当ですか。この寿司くんは結構有名なんですか、はい、寿司くんの方がそのヤバい T シャツ屋さんの小山より、うん、やっぱり当初は有名というか。あ、寿司くん有名ですよ。僕 のスタッフでも若い連中は寿司くんっていうと知ってます。本当にますか、うん、だから映像やってる人はどっちかというと寿司くんの方が知ってるかもしれないだからでもそこが結びついてない人も本当に結構いますね。寿司くんとヤバい T シャツ屋さんの小山が結びついてないっていう人は結構いると思います、うん、別の人の印象の方があるかもしれない、はい、あ、面白いですね、うん、なんかもう面白い、楽しいですけどね、自分でなんか別の人格みたいな感じがしてて、はい、でもあの寿司くんのあのぬるい感じあるじゃないですか、はい、あのぬるい感じもヤバティの方の、まあ、作曲もされてると思うんですけど、作詞作曲の方にも入ってるってことですよね。そうですね、なんか言葉のチョイスとかやったりはなんか何やろ、共通する部分はあるかもしれないですね、で、今そのミュージックビデオを自ら撮る感じってどんな感じですか、自分のものを作るっていうのは。もう曲を作ってから、うん、その曲に合う映像を後から考えてる感じですね。なんか別に両方曲と曲も作れるし、映像も作れるからといって、なんか映像のことを考えながら曲を作ったりとかは実はしてなくて、うん、曲ができてから映像を作ってて、で、まあヤバい T シャツ屋さんの映像はほんまにできるだけ雑に撮ろうっていうのがあって、もう本当にお金をかければかけるほど、カットを割れば割るほど再生数が落ちるっていうのがもうなんだろう求められてないですよね、ヤバい T シャツ屋さんの映像に。そのなんやろ、かっこよさとかスマートさが求められてないというか何が求められてるんですか。やっぱワンカットの方が伸びるんですよね、すごい。でもう本当にカメラも、まあ、適当に置いてるみたいなやつの方が伸びてたりとか。いや、なんかやってくれるだろうってやっぱり思って見るんですよね。だからなんかこう作為的にトン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 綺麗にカットされると、うんうん、なんかあの綺麗すぎて、え、これなのっていう感じがあるんでしょうね。そうやと思います、はい、他のバンドの人の、他のアーティストの人から頼まれたら
呼ばってみたいなのは取らないなっていう感じのことはありますね。もう自分のバンドやからもうなんか雑にやっても誰からも怒られへんしっていうので振り切ってる感じはありますね。だけどそれはミュージシャンとして例えばそのヤバティのボーカリストでもあり、で今度それをプロモーションビデオで撮るときにはまあ言ってみれば一人の作家っていうかまあ映像作家として撮るわけじゃないですか。その時にはなんかやっぱりこう映像をこういう風に撮ったらとかっていうのは自分の中ではストーリーみたいなものはやっぱりちゃんと作っていくんですか？そうですね、もうなんか本当に自分の中で思い描いたものをやっぱ自分で監督してるからなんかそのままちゃんと形に残せるというか、なんか人があんまり介入してへん分なんかその何やろ曲の世界観というか自分のやりたいことがそのままできるんで、その辺はすごいいいなって思うし、別に僕はそんな難しいことしてへんから他のアーティストの人も別にそうしたらいいのになっていうのは思いますね。なるほど、なるほど、はい、こんなことできるミュージシャンいないですよね。そうですね、自分の世界観を映像にみたいな自分で作っちゃう、ね、そうはなかなかいないですね。じゃあその時にメンバーにはどんな指示とかあるんですか？もう本当にあんまりもう先に言わないですよ。もう当日撮影現場に行って、うん、こういうの撮るでみたいな、うん、ことも多いですね。でなんかでも別になんかそんなに指示出さないですね。なんか表情とかカメラの方向いてとかぐらいしか言わないですね、あのバンド の, そのメンバーの関係っていうのはどんな感じなんですか？学生時代に出会って、まあ、先輩後輩なんですけど、はい、友達みたいな感じなんですか？もうね、まあ、友達みたいな感じなんですけど、うん、先輩後輩の関係を未だに続けてますね。なんかその方が多分お互いやりやすいというか、なんか話もまとまりやすいし、なるほど、心地いいと思います、その方が、はい、じゃあリーダー格って感じなんですね。そうですね、あの、うん、先輩風をずっと吹かしてるっていう、はい、でその一方でこうネット上ではというか YouTube 上では、はい、こう寿司くんという一人のクリエイターが、はい、まあ、アニメーションで、はい、こう例えば再生回数でいうと20万回30万とかっていうファンをですね寄せつける、そういうものも作ってるわけじゃないですか、はい、それは一体どう分けてるんですか？あんまり別物やと思ってやってるんで、うん、でも今ほとんどもう音楽の活動しかできてないんで、うん、寿司くんってもう4年ぐらい新作を作ってないんですよ。なるほど。この、 あのシーズン1、2、3とあるこのシリーズものはちょっと今じゃあずっと止まってて、止まってるんですか？そもそもそのイラストとか声とかやってくれてた子も、うん、みんな芸大の、学生やったんで、もう学校ですぐ撮ったりでき声を撮ったりできたんですけど、今もみんなどこにいるかも分からへんから多分、まあ、連絡したら連絡取れると思うんですけど、やっぱ疎遠になっちゃってて、今更ちょっと新しいのを作るっていうのがちょっと難しくて。なるほど、はい、もうねどっかのタイミングでガッと集まって一気にね30話ぐらい撮りたいなって思うんですけど、ちょっと楽しみですけどねこれ、はい、でもなかなか今かなり忙しいんですか、ライブとか？でもやっぱ今はね、ご時世的にあんまりフェスとかがほとんどなくなっちゃったんで、うん、その分時間はあったりするんですけど、うん、やっぱりでもレコーディングしたりとか、うん、ツアーとかはやったりしてるんで、やっぱりなかなかメジャーデビューしてからはその映像に力を入れる時間っていうのがあんまり取れなくなってしまって、うんうん、でもなんかどうにかしてちょっとやりたいなと思ってるんですけど、うん、なるほど。あの雰囲気見てると集まれパーティーピーポーとか、はい、ハッピーウェディング前ソングとかですね、元気もりもりモーリーファンタジーめっちゃ楽しそうなやつが、僕上の2つは見たことあるんですけどめっちゃ楽しいですよ、はい、あのウェディングの映像とかも、まあ、全部ワンカットですね全部ワンカットですよね。確かにワンカットって難しくないですか？いやもう編集するよりよっぽど僕はね楽やと思いますね。でももうそれ規模が大きくなれば大変やと思うんですけど、うんうん、なんか本当にワンアイディアのものばっかりやってるんで、なるほど、そんなに
大変なことはしてない。ハッピーウェディングマイソングもずっと動きまくってるじゃないですか。あ、そうですね、花嫁さんが歩きまくって、はいはいはい、あれずっと追いかけてきてるわけですね、はい、あれも本当にジポンテというか、流れだけ書いて、うん、でみんなに渡して、うん、でも午前中に終わりましたね、これ撮影。あすごいな。編集せえへんからもう終わり。編集せえへんからもう終わりです。完パケです。午前中で、もうだけどそれは結構あのイメージ通りに結構いけちゃうわけですか。はい、そうですね。あやっぱ自分で考えて自分で出てるから。あそうか。あんまり失敗はないと思います。なるほどなるほど。めっちゃ早い撮影ですね。めっちゃ早いです。えそういう時のそのカメラとかのスタッフっていうのは、はい、いつも同じ人たちが参加してくれてやってる。そうですね、大体同じチームでやってて、それこそ本当にも芸大の先輩とかで仲いい人に頼んだりとかしてますね。なんかあの OK GO さんのやつで、はい、あの PV でワンカットのやつがありましたけど、はいはい、あんなんは見たことも。あそうですね、それはだいぶやっぱり参考にはしてると思います、うん、なるほど。規模全然違うけど規模全然違うけどやっぱワンカットの面白さみたいなのがやっぱり、うん、なるほどなるほど、はい、そこは勉強になってると思いますね、うんええはい、あとヤバティ以外のミュージシャンの映像も撮られてるんだと思うんですけど、はい、どなたのがあるんですか。岡崎体育くんのは本当に、メジャーデビュー前と、まあ、メジャーデビュー直後のは全部ずっとやってて、それは多分僕にとってもすごいなんかいい経験やったと思いますね。体育くんがメジャーデビューするタイミングで、CD の初回版に DVD がつくんですけど、それに PV を6本入れるって、はあ、6本全部やってくれっていうので一気に撮ったりとか、はい、だけどすごい予算的にも大変でしょ。やっぱ予算ないですよ ね今思えば、うん、でもそのミュージックビデオっていう一番あの見てもらえてる曲のミュージックビデオは主に6万円とか、うん、で撮ったっていう。でもこの女の子の演出講座、はい、めっちゃ面白いですよ。これもね、これも大阪芸大で撮ってますからね。これよう見たら大阪芸大で撮ってますからね。あ、ほんまや、これお花ね。これお花、大阪芸大のお花です。物川通りのお花ですよ、はい、そうなんですよ。実は大阪芸大で撮ってるっていう。これね、めっちゃおもろいんですよ。映像のドラマとかに出てくる女の子の演出で、はい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 、倒れさすとか、そう、はいはいはい、あと何やりました。泣かす、踊らす、はい、音楽聴かす、窓にもたれさす、はい、倒れさすっていう、うん。だからそういう意味では結構そのなんていうのかな、こう楽しませるっていうのは映像のコンセプトとしては結構ありますよね。そうですね、なんかなんやろ、やっぱりあんまりもやっとしてほしくないというか、うん、なんかすっきり笑ってほしいなっていうのがありますね、うん、はい。だから結構こうミュージックビデオとか見てると誰が撮ったか分かんないものって結構あるんだけど、うんうん、結構撮ったもの分かりますよね。作家性が出てるというか。すごいですよね、独自性があるってことですか、ね、そう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 。で今あの先週と先々週も最後にご紹介していただいたあの2月10日に発売されている公演デビューなんですけど、はい、これはもう PV 撮ったんですか。これはね、もう今収録時、今実は1月なんですよね、収録が。今実はこれ、ね、そうね、実は今1月に収録してるんですよね。これはあのこの後撮ります。あ、なるほど、はい、なるほど。この後撮るんですけど、うん、まあ、1曲目と2曲目のミュージックビデオを撮るんですけど、うん、両方ワンカットです。もう構想はできてる。構想できてます。このクソ現代っ子ゴミカス20代って1曲目の これは どういう内容なんですか。これはまさにその、まあ、OK GO オマージュというか、まあ、そのピタゴラ装置的なものをやるんですけど、うんうん、全部失敗するっていう。なるほど。曲の内容はどんな内容なんですか。曲の内容はまあ、締め切り、本当の締め切りを教えないでくれっていう。どういうことですか。あの本当の締め切り日を教えられても、うん、その締め切りまでに完成できないから、うん、ちょっと前倒しで嘘で締め切りを教えといてくれへんと締め切り日過ぎてしまいますよっていう歌です。それでもう全部ピタゴラスイッチ系なんか全部、はい、全部失敗するし、失敗するって、はい。で締め切りって何の締め切りですか。もう何でもですね。もうやっぱ曲、やっぱメジャーアーティストなんで曲とかにも締め切りあるんですよね、やっぱレコーディングの、うんうん、それとかも僕平気で過ぎてしまうんで。
なるほど。今もう開き直ってるだけです、ただめちゃめちゃでも前もったその嘘の締め切りを教えてもらっておくと、はいはい、間に合うんですね。本番の締め切りに間に合うんで。なるほど。っていう、ただただあれでしょ、その今までこうメジャーアーティストとしてそういう意味ではこの歌だけじゃなくてね、はい、現実にこうそういう意味でのプレッシャーみたいなものっていうのは、はい、今までとは違う形でどんどん来てるわけですよね。そうですね、やっぱり締め切りがあるんで、はい、学生の時とは違って締め切りってどのぐらいのスパンなんですか。いやでも本当にもう1週間後の時もあるし、今1ヶ月後の時もあるし、うん、前もって言ってくれてる時もあるし、いろいろあるんですけど、うん、でも結果取りかかるのがギリギリになってしまうんで、うん、もう早めに締め切り嘘で言っといてもらわへんと平気で超えてしまう。平気で超えてしまう。でもこのクソゴミ現代子ゴミかすみ10代ってのは自分のことを言ってる。自分のことです、うん、はい、やっぱりそのゆとり世代っていう言葉に逃げてしまいがちなんですよ、うん、この世代って、うん、っていう自分に問題があるなっていう歌です。なるほど、はい、この2曲目の Bluetooth Love っていうのはどういう曲なんですか。はい、この曲はですね、マイルのビッチっていうラブコメドラマの主題歌になってて、うん、でまあ、ラブコメなんで、まあ、恋愛のことを歌にしないといけないんですけど、うんうん、そういうの苦手なんでBluetooth って遠かったら繋がらへんし、うん、近くてもアップデートしひんかったら繋がらへんし、うんうん、あ、これってちょっと恋愛と似てるなと思って、恋愛を Bluetooth に例えて歌ってるっていう。なるほど、はい、すごいポップな曲です。あ、でもドラマの主題歌ってことはだいぶなんか雰囲気のいい感じ。雰囲気のいい感じです、うん、ラブドラマの雰囲気なんですか。はい、まあラブコメですね、なんかすごい笑える、はい、元気なドラマです。ラブコメの主題歌なのに Bluetooth。 そうなんですよ、よくこれで通ったなっていうよく通ったなっていう。なるほど、面白いですね。でも完全に Bluetooth のこと言ってるんですね。完全に Bluetooth のこと歌ってるんですけど、うん、まあでもやっぱりなんかそのワードワードがなんか、まあ、つながってとか、あ、なるほど、そういうワードワードが恋愛っぽいんで、うん、あ、聞き流してる人にはごまかせるっていう恋愛のことっぽい、恋愛の歌っぽいなって思ってよう歌詞聞いたら Bluetooth のこと歌ってるやんけそういう曲ですね。いや、独自性ありますよね、ヤバティ。もうサービス精神旺盛ですよ。他に、はい、やっぱり独自性のあるバンドっていいんじゃないですかね。やいや、いいですね。他にないですもんね。ありがとうございます。あ、本当に。いや、そろそろお時間のようですので、来週は寿司君のこと。最後ですね。いや、すごい。ね、全然台本通り言ってない。全然台本飛ばす。じゃあすごい、来週も今のヤバティについて、はい、聞いていきたいと思います。本当に小山さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。